私はゼネコン、いわゆる日本のゼネコンの設計部に属しています。設計部では普段は現業の構造設計をやってますんで、もうバリバリの現業やということで、ただ社内のね、BIM の推進のワーキンググループの設計部のリーダーをやっています。好きか嫌いかと言われれば、まあ好きかなっていうぐらいですね。でただね、今使い始めたところで非常にね、可能性はすごく感じてます。ですんで、きっとこれから大好きになるかなというふうに思います。といろいろありますけど、一番僕が感じているのはやっぱり設計と構造とか設備という それぞれの担当者が自分のモデルを作るっていうことに没頭できるということが一番いいですね。それぞれの BIM ソフトにそれぞれのモデルを取り込むんじゃなくって、その重ね合わせっていうそのところを独立した業務にできた。それでモデルの LOD とそのチェックのタイミング、問題解決のタイミングがぴったり合うようになってきた。これが一番大きいところだと思います。やっぱり、ね、一番いいのはコミュニケーションタグのところにね、打ち合わせした内容を写真に撮っておける。そのアングルを保存しておける。で、次回の打ち合わせの時にまたそれを比較してみる。で、比較してみることで、打ち合わせの内容を確認してまた次のステップに進む。そこがやっぱり一番おすすめできる機能だと思います。